こんにちは、こんばんは。 SG の週刊家庭菜園2024年6月19日号です。今週のテーマは美味しく食べようです。6月も中旬に入り、夏野菜が続々と収穫できるようになりました。ほとんど毎日収穫していますが、赤ちゃんバーバは大変そうです。できるだけ長く保存できるように冷凍したり、傷まないように下ごしらえをして、保存用に塩漬けや醤油漬け、酢漬けなどにしています。冷蔵庫の中は満員です。冷凍庫の中も満員御礼。しばらく野菜は買わなくても大丈夫そうです。それでもこれからが夏野菜の本番です。どうしましょう。誰かもらってください。それでは食す編始まります。お品書きは、1. ヤングコーン取れたてを生で食す。 2. ヤングコーンを揚げて食す。 3. キュウリを食す。 4. トマトを食す。 5. インゲンを食す。 6. 大葉、ニラを食す。 7. ズッキーニを食す。 8. ニンニクを食す。この順番でご覧ください。 1. ヤングコーンを生で食す。トウモロコシが順調に育ち、大きく美味しく育てる一つを残して、2番目以降を摘果しました。この摘果した小さなモロコシがヤングコーンです。取りたては生でも食べられるので試食してみました。本当にそのまま食べられます。柔らかく、タケノコの穂先のような歯触りでした。味は特になく、ほんのりコーンの香りがしました。でもこんな体験は自分で育てないとなかなかできません。 2. ヤングコーンを揚げて食す。1分ほどレンジで加熱して、片栗粉をまぶして、こんがり黄金色に揚げました。塩を振って食べたら、めちゃくちゃうまかった。これは本当にうまい。トウモロコシの収穫はあと1ヶ月程度と思われます。 3. キュウリを食す。キュウリの収穫は大変です。毎日収穫しないと1日で大きくなります。昨日10センチぐらいだったものが、今日は20センチになっています。2、3日放っておくとお化けキュウリになっています。びっくり。そのまま味噌をつけて丸ごとかぶりつきます。これはおやつにも酒のつまみにもなります。みずみずしくてうまい。 B、 和え物にする。キュウリと大葉と塩昆布で和えるだけ、さっぱりしていておいしいよ。 C、 ぬか漬け。今はこんなぬか床があります。冷蔵庫用で便利ですね。昭和生まれの G なので、ぬか漬けは大好物です。二人暮らしなら十分のようですね。 B、 キュウリのキュウちゃん風に娘が作ってくれた、ネットで調べて作ったみたい。本当にキュウちゃんだ。 4. トマトを食す。トマトの実はだいぶ大きくなりましたが、まだ熟していません。いくつか熟していたトマトを食す。熟したのを取ってすぐに食べられるというのは生産者の特権ですね。めちゃうまい。トマトの栄養価、美容に良いリコピンが豊富、体の抵抗力を強めるビタミン C が豊富、身体機能を調整する β カロテン、抗酸化作用もあり、含有量も多いです。コレステロール値にも効果的な食物繊維が豊富です。 5. インゲンを食す。これ電子レンジでも使える加熱可能なポリ袋です。これに入れて電子レンジ3分で茹で上がります。便利なものがあるんですね。私はそのままマヨネーズをつけて食しました。グッドですね。インゲン豆はアミノ酸スコアが高い野菜です。アミノ酸スコアとは必須アミノ酸のバランスを数値化したもの。100が一番高くて、インゲン豆のアミノ酸スコアは73。アミノ酸スコアが100ある食品は少なく、73はかなり高スコア食品と言えます。 6. 大葉、ニラを食す。大葉もニラも醤油漬けにすると長持ちします。ご飯のお供にも最高です。大葉はビタミンとミネラルが豊富に含まれており、カルシウム、ベータカロテン、ビタミン B2 の多さは野菜の中でトップクラスです。また免疫力アップや貧血予防、疲労回復に役立つとされています。ニラは炭水化物が多く、 100g あたり 3.8g 含まれています。タンパク質は 1.62g、 脂質は 0.29g です。ビタミン、ミネラルではビタミン K とモリブデンの成分が高いです。糖質の量は 1.23g です。 7. ズッキーニを食す。ズッキーニは1センチぐらいに切ってバターで炒めると美味しいです。食
と焦げましたが美味しくいただきました。ズッキーニはカリウムを多く含んでいます。カリウムはナトリウム塩分を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。ビタミン C も含んでいます。風邪の予防や疲労回復、肌荒れなどに効果があります。ベータカロテンやビタミン B 群が含まれているので、体の中での代謝を促進し、アンチエイジングにも貢献してくれます。8、ニンニクの素揚げを食す。ニンニクは素揚げに塩を振りかけただけのシンプルが一番うまい。うまうまめっちゃうまい。ほんとうまい。シンプルイズベストとはこのこと。ニンニクにはビタミン B6、ビタミン B9 葉酸とミネラル類のモリブデンが非常に多く含まれています。その他ビタミン B1、カリウム銅、アルギニン、水溶性食物繊維なども比較的多く含まれ、私たちには欠かせない食べる栄養源といえます。今週は美味しく食べるをテーマに制作しました。今日の野菜はすべて私たちの畑で収穫したものです。家庭菜園はどうしてもあれもこれもと種類が増えてしまいます。最初はできるだけ種類を絞って栽培することをお勧めします。理由はやはり野菜ごとに栽培方法が違いますので効率が悪くなります。時間のある人はいいと思いますが、まだ仕事がある人、時間的余裕があまりない人は種類を増やさない方が良いでしょう。最後までご視聴ありがとうございます。毎週水曜日午後7時にアップしますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。